ねえ、ここどこなんだぞ。この風景、間違いない。僕たちが闇に飲まれた場所だ。戻ってきたぞ。親父殿たちはどこへ。暗夜の森へ向かわれたはずだが。みんな地面を見ろ。この鉄火の跡は。これは銀のフクロウの。親父殿たちが危ない。急いで追うぞ。なんてパワーなんだ。魔法使いたちが炎を防いでくれなかったら今頃丸焼きになってたぞ。気を抜くな。踏みつぶされるぞ。魔女に休む暇を与えるな。行け行け。マレノア様が。セビック、チンタラしてんじゃねえんだぞ。確か夢の主と離れすぎちゃいけねえんだろ。このままだとリリアを見失っちまう。貴様に言われずとも。夢だと分かっていても。くそ。ああ、この雨で足跡が流される前に急ごう。うわぁ、どんどん雨が強くなってきたんだぞ。道がぬかるんできた。日も落ちているし。お前たち、もっと急げ。足跡を見失ってしまう。無茶言うんじゃねえ。俺様、これ以上は早く走れねえんだぞ。セベク、さっきシルバーを探してた時の魔法は使えねえのか。あれ、ズバババーって光りながらすげえスピードで移動してたんだぞ。リビングボルトのことか。あの魔法は俺も初めて見た。ユニーク魔法、いつの間に習得したんだ。貴様が学園に入学し、茨の谷で一人で特訓していた頃、若様の有事の際に誰より早く駆けつけるべく努力を続ける中できっかけをつかんだ。だがまだ習得というには程遠い。あれは自分の体を雷に変換し移動や攻撃を行う魔法だ。しかしまだ練度が低いせいで一度使うとしばらく体にダメージが残ってしまう。さっきは相手が寝ぼけたシルバーだったからよかったものの、もし敵であればダメージが回復するまで待ってはくれない。今あの魔法を使ってリリア様たちに追いついたところでその場でお荷物になってしまうだろう。本当は自分のものにするまで人前で使う予定ではなかった。よりによってシルバーを叩き起こすために使う羽目になるとは。それはすまなかった。だがお前らしいユニーク魔法だ。ふん、夢の中なのだから大成功したっていいだろうに。まったく。親父殿の夢に渡ってからずっと考えていたことがある。マレウス様の魔法によって見せられている夢なのに、なぜこの夢の中では辛いことばかり起こるのだろうと。セベクが見ていた夢では親父殿とマレウス様は共に学外研修へ向かうことになっていた。マレウス様の言葉の通りなら、魔法による眠りの中で本人にとって幸せな都合のいい夢をずっと見ていられるはず。ならば親父殿は人間たちと争うこともなく、マレウス様のご両親もご健在のまま、イバラの国が大国のまま存続している夢を見ていてもいいはずだ。ふん、確かに一理あるな。
マレウス様は俺たちの夢を監視し統治していると言っていた。俺たちの存在に気づいているな。セベクの時のようにすぐに排除されてもおかしくないはず。これはあくまで予想だが、マレウス様は何らかの原因によってリリア様の夢を監視できていないのかもしれない。ありえるな。何とかして親父殿に夢から覚めてもらい助力を得たいところだが。この剣撃の音は近いぞ、急ごう。諦めの悪い奴らだ。いたぞ、鉄の者に囲まれている。親父殿とパウル殿の姿がない。彼らが残って足止めしているのか。新手か。何人来ようが同じこと。お前たちに勝利の道はない。剣を捨て降伏しろ。ナイトレイブンカレッジ生の辞書に降伏と反省の文字はねえんだぞ。やっちまえ。次々に新手が増える。え、ここは引き受けるからお前たちは先に行け。しかし分かりました。必ずやリリア様と卵様を王都へ送り届けます。皆様もどうぞご無事で。この光はキラキラな矢印になった。魔法の目印なんだぞ。この魔力、間違いないおじい様だ。僕たちに目印を残してくださった。僕たちが追いつくと信じてくれている。急ぐぞ。なんとか巻いたか。右大将殿、危ない。いたぞ、バンルージだ。よくも今まで俺たち人間を苦しめてくれたな。右大将を討ち取れば貴様らと戦い続けた祖父も浮かばれるというもの。よく狙え。ドラゴンの卵に傷をつけるなよ。囲まれたな。ざっと10人、いや15人ほどか。右大将殿、ここは私が引き受けます。どうかお先に。何言ってんだ。いくらお前でも一人で相手しきれる数じゃねえ。奴らの狙いはあなたの命とお世継ぎの卵。それだけは人間どもに奪われるわけにはいかない。その卵を抱えたままではろくに戦えますまい。このバウル、必ずや敵を一掃し追いついてみせます。さあお早く。くそ、くたばったら許さねえぞ。龍二が逃げたぞ。おえおえ。ああ、なんだ今の一撃は。魔石一振りで巨木がなぎ倒された。くそ、道が塞がれたぞ。よく聞け人間ども、我が名はバウル・ジグボルト。誇り高き茨の国の王宮近衛兵が一人である。我が斧の曇りとなりたい者は前へ出ろ。一人残らず丸呑みにしてくれる。あ、見ろおめえら、誰かが派手に戦ってるんだぞ。あのワニの目、パウル殿か。
金のフクロウに取り囲まれている。助けしなければ。行くぞ。ああ、後ろから急に新手が。人間？なぜ妖精の味方を？人間も妖精も関係ない。僕たちはただ貴様らが気に入らん。だから戦うのだ。そうだそうだ、気に入らねえ奴は誰が相手でもぶっ飛ばす。それがナイトレイブンカレッジ流なんだぞ。なんなんだこいつらは。体勢を立て直すぞ。一時退却。あいつら逃げていくぞ。仲間を呼ばれると厄介だな。だが深追いは命だ。そして今はバウル殿の手当てが先決だ。バウル様、遅くなりました。お前たち、バウル様。ひどい怪我だ。すぐに魔法薬を。この笛の音、やっぱ銀の袋が仲間を呼んでやがる。急いで移動しよう。バウル様、どうぞ僕の肩に。私はここに残る。敵の相手をせねばならぬからな。お前たちは右大将殿を追ってくれ。そんな、あなたを置いてはいけません。ひどい。私は貴様らの助けなどはいらないと言っているのだ。シルバー、グリム、監督生、お前たちは先に行け。僕はここに残り、バウル様と共に銀のフクロウどもの足止めをする。なんだって、いくらお前とバウル殿でも。それにこれ以上親父殿と距離が離れれば何が起きるか俺にもわからないぞ。迷っている暇はない。リリア様は大きな卵様を抱え不自由な状態でいらっしゃる。さっさと行け。そして守れ、お前の大切なものを。僕は僕の大切なものを守る。僕をバカにするなよ、シルバー。早々に敵を片付け、貴様らに追いついてみせる。分かった。行こう、監督生、グリム。黒で遅れていた装甲掘削機が到着した。もはや貴様らに未来はない。抜かせ。図体が大きいばかりのガラクタなど僕の敵ではないわ。バウル様、どうぞお下がりください。人間、貴様どうしてそこまで。僕がここで戦っても現実は何も変わりません。でも僕にも譲れないものがある。銀のフクロウども、このセベクジグボルトが相手だ。さあかかってこい。これで終わりだ。はあ、最後か。どうです、バウル様、やりましたよ。
本当に勝ってしまうとはな。実に見事な戦いぶりだった。身に余る光栄なお言葉。って人間、お前はなぜ懸命に我々妖精を助けようとする？確かに僕の父は人間です。しかし母は妖精なのです。母方の祖父はとても人間を嫌っていました。憎んでいたと言ってもいい。一人娘であった母が人間と結婚することになり、それはもう揉めに揉めたとか。現に祖父と父は未だに折り合いが悪い。それでも祖父は一度たりとも孫である僕たちを遠ざけはしなかった。厳しい顔をした無口な方で、尋ねていっても歓迎の言葉を聞いたことはありません。でも祖父の家にはいつも新品の児童書や、彼が口にしないお菓子や甘い飲み物が用意してありました。僕は祖父を心から尊敬しているんです。だからあなたたちの力になりたい。そんな状態の装備では力になろうにもなれないだろう。警棒にはひびが入っているし、防具もボロボロだ。ご心配には及びません。そこで倒れている銀のフクロウのものを拝借して。人間、いいな、セベク・ジグボルト、この度の貴殿の働きに感謝する。この戦いで傷ついた装備に代わり、貴殿にふさわしい装備を授けよう。イバラの国王宮近衛兵バウル・ジグボルトの名において、新たな戦士の誕生に。夜の祝福あれ。この鎧と魔石器は茨の国を守護する王宮近衛兵と同じものだ。魔石器は先に倒れた仲間のものだが、折れかけの警棒よりはマシだろう。マシだなんてとんでもない。近衛兵の皆さんと同じ装備なんてこれ以上はありません。最後に面だが、お前にはこれがいいか。ワニの面は我が隊では私のみにまとうことが許されている。同じ姓を持ち祖父が妖精だというなら、右大将殿が言っていたようにどこかで縁がつながっているのだろう。セベク・ジグボルト、汎用の選手、これからもお前の戦いぶりに期待している。はい、この面にジグボルトの名に恥じぬ戦いをお見せいたします。王子、バウル様。さあ急いで右大将殿たちを追うぞ。はっ。リリアのやつどっちに行ったんだ？黒輪城のある王都は茨の国の北だ。とにかく北へ向かおう。探せ探せ、ドラゴンの卵を手に入れた者には報奨が出るぞ。卵に報奨だと、なんてこと。親父殿とマレウス様には指一本触れさせない。ここで眠っていてもらおう。親父殿と銀のフクロウたちの足跡、山の上の方へ続いてるんだぞ。待っていてください、親父殿。
地震か？あ、危ない！クリム、観測せ！目の前の木に雷が落ちた！きっと、マレノア様が戦っているんだ。マレノア様が敵を引きつけてくださっているうちに、急いで親父殿に追いつかなくては。あっちから声が聞こえたぞ！バンルージュかもしれん！探せ！しまった、気づかれたか。悪いな、押し通らせてもらうぞ。親父、バンルージュ殿を見なかったか。あ、俺は人間だが、お前たちの敵ではなく。妖精たちが手招きしてるんだぞ。ビビアのとこへ連れてってくれるのかも。俺を信じてくれるのか。ありがとう。そこだ。バンルージ殿、ご無事ですか。おかげさまでなんとかな。首の皮一枚つながったぜ。ここに来るまでに何度も銀のフクロウと遭遇しました。あたりにまだ潜伏している可能性は高い。すぐに移動しましょう。シルバー、人間のてめえに頼める義理じゃないが聞いてくれ。俺はそう長くない。手も足もろくに言うことを聞きやがらねえ。は？何を？頼む、この卵を黒輪城まで届けてくれ。魔の山を正面に見て十字の方向に、この一帯を警備している部隊の野営地がある。まずそこを目指すんだ。あなたを置いていけと言うんですか？お前には聞こえてないだろうが、鉄の者の足音が近づいてきてる。怪我人を引きずって相手ができる数じゃねえ。奴らが来たら言ってやるよ。ドラゴンの卵は邪魔になって谷底に捨ててやったとな。しばらくの時間稼ぎにはなるだろう。わかりました。監督せ、マレウス様の卵を持っていてくれるか。リリアが抱えてた時も思ってたけど、近くで見るとでっけえ卵なんだぞ。バンルージュ殿、失礼します。てめえ何しやがる。この俺を赤ん坊みたいに背負うなんだ。まさか俺を背負って劉備岳を登るつもりか。無茶だ。いいからここに置いて。大丈夫、俺は山育ちで重い荷物を背負って山登りするのは慣れてます。生きてさえいれば後でどうにかなる。俺の師匠の教えです。生きることを諦めちゃダメだ、絶対に。てめえ、この俺に説教なんざ。リリアのやつ、気を失っちまったみてえだ。今まで立っていられたのが不思議なくらいだ。しばらく休んでいてもらおう。山を少し登った場所にある野営地に立ち寄るか、一直線に魔の山を目指すか、どちらにせよ目指すは北だ。行こう、二人とも。親父殿とマレウス様を黒輪城へ届けるぞ。ここは茨の国の王宮近衛兵の気象がかかっているが、無人のようだ。あ、
でも食料とか救急箱が置いてあるみてえなんだぞ。この一帯を警備するコノエフェの立ち寄り所のような場所かもしれないな。少し休憩させてもらったらすぐに出発しよう。のんびりしているとセベクに追い越されてしまうかもしれない。いたぞ、右大将とドラゴンの卵だ。貫け氷をさせるか。はぁ、何、我が魔法を弾いただと。あいつら他の国から呼ばれたっていう魔法師か。そのようだ。防衛魔法の授業が役に立ったか。奴らの魔法は俺が防ぐ。グリム、攻撃を頼めるか。うん、任せとけってんだ。おいシルバー、本当にこっちで合ってんのか。海が見えてきちまった。なんか道に迷ってる気がするんだぞ。あ、に、人間？近くの漁港に住んでいる子供か。こんな雨の中で何をしている。危ないぞ、家に戻った方がいい。お前が背負ってるのもしかして右大将様。右大将様、お前に負けちゃったの。え、いや、これはこの人間め、よくも右大将様を。あのガキ、魔法使って石を投げてきたんだぞ。誤解だ、俺はこの人を黒輪城へ送り届ける途中で。え、いって、バンルージ殿、気がつきましたか。早く黒輪城へ。また気を失っちまった。うなされてただけみてえだな。そのようだ、早く医者に見せなくては。すまない少年、事情を説明している時間が惜しい。どうかここは見逃してくれないだろうか。俺たちは誓ってこの人や妖精たちに危害を加えたりしない。じっとこっちを見てるけど攻撃はしてこなくなったみてえだな。ああ、きっと俺たちを信じてくれたんだろう。先を急ぐぞ。待って、このハーブ、これを持ってると魔獣が寄りつかなくなるんだ。持って行って。それで右大将様をちゃんと黒輪城まで届けて。約束だよ。ありがとう、必ず送り届けてみせる。君も早く家へ戻るんだ。きっと家族が心配しているぞ。ひひ、上り坂が急になってきた。子分、角太郎の卵を落とすんじゃねえんだぞ。大丈夫か監督船。追っ手の姿も見えないし、少しの間なら卵は俺が預かろう。リリアを背負いながら卵まで？おめえの体力は無限か？もちろん疲れは感じている。ただ不思議と力が湧いてくるんだ。あの日を思い出すからかもしれない。あの日、父と俺に血のつながりがないと知った日のことだ。俺は衝動的に家を飛び出してしまった。ちょうど今のような土砂降りの夜で、飛び出したはいいが夜の森は暗く天気は荒れる一方、前にも進めず家にも帰れず、俺は途方に暮れて泣いていた。でも父は俺を探し出し、泣きじゃくる俺を
おぶって帰ってくれた。だから不謹慎だが、今は少しだけ嬉しさを感じているのかもしれない。こうしてこの人を背負って歩けることに。今度は俺が親父殿を連れて帰ってみせる。森の先に建物が見えてきた。あれがヴァンルージ殿が言っていた野営地か。おい、ヴィヴィアを連れてきたんだぞ。早く手当てを。人間、敵、仲間、返せ。俺様たち敵だと思われてるんだぞ。まずい、妖精語が理解できるセベクはいないし。妖精どもの野営地を見つけたぞ。総員突撃。あの人間が持っている大きな黒い卵、まさかドラゴンの卵ではないか。山に入った15体のうち我が隊が卵を発見できるとは、なんたる幸運。必ず手に入れろ。かかれ。どいつもこいつも話をややこしくしやがって。こうなっては仕方ない。グリム監督生、切り抜けるぞ。しかしまさか山に入った部隊が15体もいるとは。ここでのんびりはしていられないな。すぐに立とう。お前敵じゃない。鉄の者倒した。だから俺様たちは敵じゃねえって何度も言ったんだぞ。傷を負ったヴァンルージュ殿とお世継ぎの卵を黒輪城へ送り届けたい。わかった。私たち敵探す、倒す。お前たち城迎え。仲間遠くからお前たち守る。おめえらが銀の袋を探してぶっ飛ばしてくれるってことか。ああ、しかも護衛までつけてくれるようだ。攻撃すまない。夜の祝福あれ。ありがとう。あなたたちにも夜の祝福あれ。グリム監督生、見てみろ、水が湧いている。こんな土砂降りなのに少しも水が濁っていない。水の妖精の看護を受けた泉かもしれないな。じゃあここの水を飲んだら元気になるかもしれねえんだぞ。ああ、まだ先は長い。水分補給をさせてもらおう。ずっと先にトゲトゲした真っ黒い山があったぞ。あれが魔の山と呼ばれる霊峰だ。伝説によればかつてあの山には茨の魔女が居城を構えていたとか。あの険しい山の先にこの国の王都竜の都と黒輪城がある。うげ、じゃあ俺様たちあのとんがった山を登るってことか。野営地で空を飛べる奇獣を借りられるかもしれないが、魔の山には常に暗雲が立ち込み、ドラゴンの許しを得ていない者には雷が落ちると言われている。それが外からの侵入者を退ける、要塞の役割を果たしているというから、空を突っ切ることは難しいと思う。
俺様たちが運んでるのはそのドラゴンの卵なんだぞ。すべては野営地に行ってみないことには。だが、この足音、銀の袋のやつらだ。どうする？前方の茂みに隠れ、通り過ぎるのを待つ。そして油断しているやつらを背後から抑え、こちらの被害を最小限にしつつ勝利する。ああ、かっこ撃破して数を減らしておかないと、後々包囲される危険性が高まる。こう思うと口調こそ違うが、現役時代と言っていること自体はあまり変わっていなかったんだな、親父殿は。来た、行くぞ。なあ、この卵本当にマレウスが入ってんのか？卵っつうよりでっけえキラキラした石に見えるんだぞ。俺が物心ついた時、マレウス様はすでに今とほぼ変わらないお姿だった。一体どのような姿でお生まれになるのだろう。もしかすると親父殿の夢はマレウス様が生まれる前の記憶だから干渉しづらいのか。魔法の根源はイマジネーション。だからマレウス様が知らない、想像の及ばない部分はコントロールが難しいとか。シルバー、おめえさっきから何一人でブツブツ言ってんだ？いや、なんでもない。あれこれ考えても仕方がないな。今はとにかく前に進もう。見ろよ、こんなところに古い家がある。どうやら空き家のようだ。毛布やシーツが置いてあるな。ちょうどいい、寒さをしのぐために使わせてもらおう。こんなホコリか毛布かわからねえやつ嫌なんだぞ。俺様の鼻は敏感で繊細なのに。体を冷やすとそれだけで体力を消耗する。今は見た目にこだわっている場合じゃない。さあ、これを。ああ、俺様の毛並みにいっぱいホコリが。見ろ、シルバー小判、トゲトゲ山がもう目の前なんだぞ。ああ、本当だ。二人ともこの悪路の中よく頑張ったな。俺様たちよりおめえの方がヨレヨレなんだぞ、シルバー。リリアを背負いながらいっぱい戦って、俺様ほどの活躍じゃなかったけどよ。グリムと監督生にはたくさん助けられた。感謝している。セーベクも早く追いつけばいいな。危ねえ、コブン。もう少しで矢が当たるところだったんだぞ。誰だ、俺様のコブンを狙ったやつは。いたぞ、ドラゴンと卵を持った人間だ。いつの間に廃炉に。夜の眷属に力を与えるという魔の山、逃げ込まれては厄介だ。今ここで捕らえる。ここまで来てお前たちに捕まるわけにはいかない。もう少しです、親父殿。今しばらくの辛抱を。
全員倒せたようだな。勝ったと思った瞬間が一番の好き。目的地を前にして油断が生じたのかもしれない。もっと気を引き締めていかなくては。この声は魔獣の縄張りに踏み入ってしまったか。今にも飛びかかってきそうなんだぞ。お前たちに恨みはないが、すまない、通らせてもらうぞ。なんだろう、この辺りの森は懐かしい匂いがする。そうか、魔の山を越えれば俺たちが暮らしていた家がある場所だ。大丈夫、俺にはあの家で過ごした日々の大切な記憶がある。この先何があっても、もう二度と迷わない。劉備岳と魔の山の渓谷にかかる大橋にたどり着いた。ここバンルージュ殿、気がつきましたか。魔の山に続く大橋の手前です。お前本当に劉備岳の麓から俺を背負ったままここまで登ってきたのか。はい、問題ありませんでした。卵は？心配しなくても、卵は子分がちゃんと運んでやってるんだぞ。ふう。おいシルヴァ、もう自分で歩ける、降ろせ。本当に大丈夫ですか？俺は竜の都までこのままでも平気です。ずいぶん生意気言うようになったじゃねえか。お前らには感じ取れないかもしれないが、辺りに立ち込める霧には魔力が豊富に含まれてる。ここまで来りゃ傷もすぐに塞がるだろうよ。お前も重たい荷物を運ばせちまったな。ほらよこせ。どこにも傷やひびは入ってねえな。本当にずっしり重てえ。そういえばセベクの姿が見えねえな。あいつはどうした？バウル殿と共に敵を食い止めるために残り、まだ再会できていません。そうか、バウルと。地震か？いや違う、この耳に触る音は。ついに追い詰めたぞバンルージュめ。装甲掘削機で橋を落とせ。何としてもバンルージュを討ち取り、ドラゴンの卵を手に入れろ。またあのデカブスか。銀の袋の奴らもわらわら出てきたんだぞ。バンルージュ殿と監督生たちは早く橋の向こうへ。俺が時間を稼ぎます。この先は行かせない。俺が相手だ。小僧一人に何ができる。橋ごと谷底に叩き落としてくれる。装甲掘削機全速前進。この稲光は まだこんなところでもたもたしているとは。途中居眠りでもしていたか。あるかか。セベク、
この装備は。気づいたか。存分に見せびらかしてやりたいところだが、それは目の前の敵を片付けてからにしよう。新手か。装甲掘削機の復旧を急げ。そうはさせん。貴様らごとき下船の輩に崇高なる霊峰の地を一歩たりとも踏ませてなるものか。全員ここで丸飲みにしてくれる。バウル殿、ご無事で。貴様もよくぞここまで生き残ったものだ。そのしぶとさだけは認めてやろう。どうやらお前もくたばり損なったようだな、バウル。右大将殿、バウル・ジグボルト、持参いたしました。リリア様、卵様と監督生たちはどこに。橋の向こうの安全な場所に置いてきた。あなたもそこで休んでいてくだされば。バカ野郎、この大一番に大将が寝ていられるかよ。心配すんな、傷は塞がってきてる。魔の山の加護様々だ。さあ、銀のフクロウども、逃げ出すなら今のうちだぜ。満身創痍のくせに強がりおって、たった4人で何ができる。必ずや貴様のマゲとドラゴンの卵を持ち帰り英雄となってみせよう。貴様らの天下もここまでだ、怪物だもね。橋が崩落して奈落へ。危ないところでしたね。だがこれでもう人間どもも追ってこれないだろう。おい、シルバー、セビク、リリア、バウル、クリム、監督生、卵様はご無事か。さっきの地震で岩が転げ落ちてきて危ねえところだったけど、俺様と子分が守ってやったんだぞ。感謝しろ。貴様らにしてはなかなかの働きじゃないか。褒めてやろう。相変わらず偉そうなやつなんだぞ。ところでセベク、おめえなんか別れた時と服が違くねえか。うん、気づいたかグリム。見ろこの素晴らしい装備を。バウル様に認められ、特別に王宮近衛兵の装備を賜ったのだ。夜の森のような深い緑、そして肩には茨の国の紋。なんと素晴らしい衣装か。やけに静かだな。おい、聞いているのかグリム。すごく遠くにいる。チンタラしてると置いていくんだぞセベク。こら貴様ら、せっかくこの装備の素晴らしさを語っていたというのに。待て、ちゃんと僕の話を聞け。あの山のそばで暮らしていたが、こうして登るのは初めてだ。凄まじい霊気、手足が凍えて力が入らない。それにあちこちから刃物のように尖った岩が突き出していて、まるで山が俺たちを拒んでいるかのようだ。寒いのかシルバー。それにお前も。しょうがねえな、
人でこれでも羽織ってろ。いえ、平気です。バンルージ殿こそ体を冷やしては傷に触ります。傷が感知したわけじゃないが、この山に充満する魔力は俺たちに力を与えてくれる。俺は寒くねえから気にするな。こんなところでお前らにぶっ倒れられると面倒だ。ではお言葉に甘えて。過剰な魔力ってのはお前らにとって毒になりうるのかもしれねえな。右大将殿、前方をご覧ください。あの者たちは。黒輪城使いの近衛兵か。そうか、女王陛下の命令で全近衛兵が緑ヶ原へ。どうかどうかマレノア様を頼む。え、その上着や薬を僕たちに？受け取れません。皆様はこれから戦いに赴かれるというのに。恩に着る。必ずやお世継ぎの卵を黒輪城に届けよう。夜の祝福あれ。竜の都が見えてきた。やっとここまでたどり着いた。黒輪城まであと一歩だ。黒輪城に卵を届けたら緑ヶ原に戻れる。障壁を張る。収まったでしょうか。どうやらそのようだ。今来た道が崩れた岩で塞がってしまった。次の崩落があるかもしれない。先を急ぎましょう。たどり着いたぞ、黒輪城に。俺のことはいい。卵、この卵を王城まで。急いで妖卵の塔の準備をマレフィシア様に伝えてくれ。早く。右大将殿、誰か医者を呼べ。すぐに治療の準備を。医者なんぞいらねえ。直命は果たした。俺はすぐに緑ヶ原に戻って。何をバカな。そんな体で戦場に戻るなど無謀が過ぎます。なんだ、急に東の空が明るく。そんな、まさかこの光は。魔女め、あれほどの攻撃を受けてまだ戦える力が残っているのか。そ
空を覆う邪悪な魔力に逃げ道を塞ぐ漆黒の茨、まさに悪の支配者のなせる技。集まった同志たちもどれだけやられたかわからん。あんな怪物と共存などできるわけがない。絶対にここで奴を倒すぞ。私たちはどこで道を間違えてしまったのだろう。もっとお互いを知り歩み寄れれば共に生きる未来もあったかもしれない。だが私たちはその道を選べず、お互いに傷つけ合い、たくさんの仲間を失う、もう引き返せないところまで来てしまった。許してくれとは言わない。でもどうか夢見ることを許してほしい。妖精と人間、それだけではなく全ての種族が笑い合える世界、それがいつか夢ではなく現実になる日を。守護妖精よ、我に力を。守護妖精よ、まだ倒れるな。まだだ。これならどうだ。まだだ。平和のために。まだ倒れるな。これならどうだ。まだだ。まだ食うか。まだだ。まだ倒れるな。まだだ。私の剣は止まらない。まだだ。平和のために。まだ倒れるな。これならどうだ。まだだ。あとは私に任せろ。まだだ。まだ倒れるな。まだだ。覚悟を見せてみろ。まだだ。夜明けの光よ、闇を照らせ。私は戦うしかないんだ。嵐が止んだ。暗雲が消えていく。夜明けだ。バンデューシの、まさかそんなバカな、こんなことが。バウル様、どうなさったのです。マレノア様の魔力が消滅した。マレノア、俺にもっと力があれば無理やりにでもお前を黒輪城に連れ帰ったのに、なんで、どうして。レバン、お前との約束も、俺はくそー。
レバン、お前との約束も、俺はくそー、なんということだ。マレノア姫様が星に帰ってしまわれるとは。人間を前に一歩たりとも引かなかった。なんという気高さ。彼女こそ夜の眷属の誇り。安らかに眠れ、夜の愛し子よ。夜より祝福があれ。なんだこの声。耳のすぐそばで声がするのに誰もいねえんだぞ。元老院のお出ました。元老院、肉体が星に帰ってなお思念をこの地に留めているという、あのマレノアが気高い。ヒョルの眷属の誇り。ふざけるな。気高さも誇りも全部クソくらいだ。星に帰っちまったらそんなもん何の意味もねえだろうが。いやしい口を閉じろ、薄汚いコウモリめ。姫を戦場に残し、おめおめと逃げ帰ってきたのか。姫をお守りできず、何がこの兵だ。敵前逃亡とは恥を知れ。ああ姫様、妖精の誇りを返さない愚かな部下を持って、なんとおかわいそうなこと。わらわは何度も忠告しました。泥のついたコウモリなど高尚なる竜のおそばにふさわしくない。ドラコニア一族への恩を仇で返しよって、この役立たずが。お待ちください。右大将殿はマレノア姫様の勅命でお世継ぎを守るために。ヨセ・パウル、五郎公方の言う通りだ。今日をもって私は王宮近衛隊を退役いたします。右大将のお役目返上させていただく。部下たちは私の命令に従っただけ。ご寛大な処分を平に付して申し上げる。役目の返上などでは生ぬるい。二度とこの都に踏み入るでないぞ。早くお世継ぎの卵からその汚濁にまみれた手を離しなさい、汚らわしい。リリアの腕から卵がすり抜けてふわふわ飛んでいっちまう。元老院め、お待ちください。その卵はもしもの時は右大将殿が返すようにとマレノア姫様はおっしゃいました。いかに元老院のお歴々といえどドラコニアの勅命に背くことは許されぬはず。じゃあな、マレウス。右大将殿、一体どちらへ。マレノア姫様の勅命を保護にされるおつもりですか。俺はもうこの衛兵じゃねえ。姫君の勅命に従う義理もねえだろ。そんな。もうここに俺の居場所はない。守るべきものもない。ルージュ殿、待ってください。もう放っておいてくれ。
なんだこの黒くまがまがしい気配は。あれは闇。親父殿の絶望に引き寄せられたか。くそ、囲まれた。レバン、そこにいるのか。その先に行ってはダメだ。闇に囚われてしまう。バンデウス殿、連れて行ってくれ。俺もそっちに。親父殿、リリア様を追いかけるぞ。シルバー、グリム、監督せ。ああ、行こう。またこの真っ暗で寒いとこに来ちまったんだぞ。えい、情けない声を出すな。リリア様を見つけ出し、これが夢だと気づいていただければ元いた場所に戻れるはずだ。ああ、そうだな。俺は初めて知った。親父殿が右大将を退いたのにはあんな深刻な理由があったなんて。実はリリア様に弟子入りした頃からずっと疑問に思っていた。退役した重鎮は竜の都のそばに大きな屋敷を構えていることがほとんどだろ。なのにおじい様が国の英雄と尊敬し、若様が家族同然と慕うお方が、あんなに王都から離れた森の中に隠れるように住んでおられる。それは一体なぜなのだろうと。親父殿はいつも王都の空気は肌に合わないと言っていた。それに俺を王都に連れて行くこともしなかったし、だから俺はてっきり自然の中で穏やかに暮らすのが好きな人なんだろうとばかり。しかしマレウス様が幼少の握りからお二人に交流はあったような。それに俺が物心ついてからも何度か女王陛下やマレウス様のお召しで途上していた。リリア様が一線を退かれ、マレウス様がお生まれになるまでの200年に一体何が。考えたってわかんねえことをグダグダ言っててもしょうがねえ。とにかくリリアを探すんだぞ。そんでこんなジメジメしたとことはさっさとおさらばだ。ああ、待っていてください、親父殿。うん、ザコメ、もはや闇など僕たちの敵ではない。ほんか。誰かの話し声がする。虹の方向だ、行ってみよう。ここは竜の都。闇の中でシルバーを探してた時と同じだ。俺様たちゴーストみてえに体が透けてるんだぞ。おい、いつまで僕の口を塞いでいるのだシルバー。ほん、バンルージュ殿、急にお呼び立てして申し訳ありません。来ていただけてほっといたしました。10年ぶりだな、バウリュ。年始めのハガキにも返事がないので心配していたのですが、お元気そうで何よりです。しらじらしい。
今回お前がよこした手紙、使われていた便箋に刻まれたもんはドラコニア一族のものだ。つまり俺を呼び出したのは女王陛下の命令だろ。一体何の用だ。俺に王都の門をくぐらせたと知れば、元老院や貴族どもはいい顔をしないだろう。マレフィシア様もあの連中の意見は無視できないはずだが。ええ、ですから私が密使役を。それにしてもさすがはヴァン・ルージュ殿、その気配の消し方は現役時代と何ら遜色ありませんな。どうぞこちらへ。あの戦いが終わってから10年後の夢の中にいるようだ。こっそり後をついて行ってみるんだぞ。ここは妖蘭の塔。はい、塔の上ではお世継ぎがマレウス様の卵が眠っております。本来この塔はやむを得ぬ事情で王族が卵を抱けぬ際に一時的にその卵を預けるゆりかご。要は竜のフランキだろう。ドラゴンの卵は魔力と愛情を注がないと育たねえからな。で、今この塔に魔力を送ってるのはマレフィシア様だよな。親から直接魔力と愛情を受けられない以上、通常より負荷には時間がかかるだろうと思っていた。だがさすがに10年経っても世継ぎ誕生の方を聞けないとは思わなかったぜ。実は本日あなたを呼び出したのはその卵の負荷に関して重大な問題が生じたからなのです。問題？はい、最初の5年ほどは卵はマレフィシア様から魔力供給を受け、緩やかではありますが確実に成長していました。しかししばらくすると魔力の供給を拒絶するようになったのです。なんだと。医者たちが塔に魔力を送るより直接卵を抱いた方が魔力も愛情も受け取りやすいはずというので、マレフィシア様は公務の合間を縫って塔へお越しになり卵を抱いてくださるのですが、それすらもあまり効果がありません。拒絶？まさか祖母といえど親ではないからか。ありえない。マレウスは目も開いてねえどころかまだ卵の中にいるんだぞ。自分に注がれてる魔力や愛情が誰のものかなんて分かるはずがねえだろ。国中の医者を呼びつけてみせましたが未だ原因は不明です。ただ分かっていることは一つ、このままではマレウス様も遠からず星に帰ってしまうということです。分かっていることは一つ、このままではマレウス様も遠からず星に帰ってしまうということです。そんな。卵がわずかしか魔力を受け取らないため女王陛下は通常必要とされている何倍もの魔力を注いでおられる。マレフィシア様はすでにご高齢であり、これ以上のご無理はお体に障ります。茨の国、いや茨の谷は未だ混乱の渦中にある。周辺諸国との緊張状態も続いています。女王陛下の肩にはこの国の命運がかかっており、卵につきっきりになることはできない。
それで？バンルージ殿、どうか竜の懐刀と呼ばれたあなたのお力を貸していただきたい。力を貸す？俺に何ができるってんだ。懐刀どころかだ、お役目も果たせなかった役立たず、ただの泥付きのコウモリだぜ俺は。誰が何と言おうが、女王陛下と私はあなたを信頼している。あなたには突国に渡りドラゴンの卵を返す方法を探してきていただきたい。突国って、茨の谷の妖精が人間の国に渡れる手形なんぞねえだろ。ええ、ありません。表向きは。あのお方も無茶を言いやがる。俺に何の得があるってんだ。ありません、何も。ただ覚えていますか、マレノア様に最後の謁見をした時のことを。最後の謁見？お前がいなくちゃこの卵は帰らない。その時はお前が返せ。お前はレバーンのことも愛していた。左大将であった我が夫と右大将であるお前が共に過ごした時間は夫婦よりも長い。愛する私たちの血を引く子をお前が愛さぬわけがない。その時はお前が返せ。本当にどいつもこいつも俺に面倒ばっかりかけやがる。バンルージ殿、ではちょうどどこか遠くへ旅に出たいと思ってたところだ。旅先でついでに話を聞いてくるくらいのことはしてやってもいい。いいか、ついでだぞ。過度な期待はするんじゃねえ。もちろんです。バンルージ殿がご不在の間、我々もお世継ぎ誕生に向け全力を尽くします。旅のご無事を、夜の祝福あれ。まずは他の大陸にいる竜の住処を探して訪ねてみるとするか。もしお前が孵化する前に星に帰れば、いずれ俺が星に帰った時お前の両親にどやされる。だから絶対にくたばるんじゃねえぞマリウス。親父殿が世界を旅していたのはマリウス様を返す方法を探すため。400年前、今よりも多種族に対して偏見が多かった時代だ。楽な旅ではなかったはず。一体親父殿はどんな旅をしたんだろう。奇跡の国の町に透明になるドラゴンが現れたという話があるが、そんな人里に近いところにドラゴンなんか本当にいんのかよ。今日は年に一度のお祭りだ。旅人さんも一緒に楽しもう。悪いが先を急いでる。時にこの辺りでドラゴンが出るって話を聞いたことはないか。
ドラゴン？そんなの伝説上の生き物だろ。それよりあんたひどい顔色だぜ。そんな真っ白な顔してどこか具合でも悪いんじゃ。あ、その尖った耳、あんた妖精族か。え、北の大陸を恐怖で支配していたあの怪物め、この町から出ていけ。怪物だと、人間どもがどの口で。騒ぎを大きくすれば、マレフィシア様の立場がもっと悪くなっちまう。ヴァン・ルージ殿、こたびの旅はいかがでしたか。めぼしい情報は何も。そうですか。卵の様子は芳しくはありません。ですがヴァン・ルージ殿が旅立たれた後、ほんの少し卵が受け取る魔力量が増えたのです。あなたが旅立ちの日にかけたお言葉に殿下も奮い立ったのかもしれません。そんなことあるわけねえだろ。ま、そもそも赤ん坊なんてのは何を考えてるかわかんねえ生き物だからね。生きてんならそれでいいんだ。人払いは済ませてあります。殿下にお会いになられては。あったって、俺があいつにしてやれることなんかねえよ。そうおっしゃられますな。声をかけて差し上げればきっと殿下もお喜びになられる。それじゃあ少しだけ。ようマレウス、2年ぶりだな。お前がいつ星に帰っちまうかとヒヤヒヤしてたな。粘ってるじゃねえか。ん？ずっと寝てるだけじゃ退屈だろう。少し土産話でもするか。先日まで奇跡の国を巡ってた。どれも無駄足だったが、いや、湿っぽい話はよそう。旅先の町で盛大な祭りがあってな。食べ物の出店がたくさんあって、ヤギの乳で作ったチーズがうまかった。こんなしょうもない話をしても何の意味もねえな。次は南に足を伸ばすつもりだ。今度は何か有益な情報が手に入ればいいが。じゃあな、マレウス。くたばるなよ。旅人さん、魔法のランプはいかが？魔法のランプ？そう、軽くランプをこすればたちまちお呼びですかと中から魔人が現れる。魔人は3つだけ願いを叶えてくれるんだ。素敵だろう。願いを叶える、ドラゴンの卵を返すなんて願いでも。ドラゴンっておとぎ話に出てくるあのドラゴン？もちろんさ、ランプの魔人ならできると思うぜ。まあこのランプはレプリカだからこすっても魔人は出てこないけど。それで買うの？買わないの？やめておこう。旅の荷物は増やしたくない。土産は旅の醍醐味だと思うけどね。買わないんなら商売の邪魔だ。どいたどいた。おとぎ話か。ドラゴンは昔と変わらず生きているんだからな。
もしかすると伝説の魔人も今のどこかで生きているのかもしれない。もう少し情報を集めてみるか。しかしこの国は日差しが強くてかなわねえな。はあ、よ、調子はどうだマリウス。魔力を受け取る日と受け取らない日にばらつきがあるんだって？バウルに聞いたぜ。何が気に入らねえってんだ。一丁前に好き嫌いしてんじゃねえ。お前の母親も好き嫌いが多くて、城の厨房係を困らせてばかりいた。いなくていいんだ、そんなとこは。マレフィシア様もきっと呆れてるぜ。マレノアは宿泊する俺たちを見て、あの世で高笑いしてんだろうね。そういやレバーンも、普段は優等生を気取ってたくせに、嫌いな野菜はよくテーブルクロスの下に隠してたっけ。ほんと、腹が膨れりゃ何でもいい俺とは大違いだ。親子揃って手間がかかるったらねえな。今回の旅は、ネッサの国まで足を伸ばした。人間ってのはすごいもんだ。たった10年ほどで小さな村も大きな都市に発展させる。人間の進歩は想像をはるかに超えてる。生っ粋の妖精であるお前にとってはどんどん生きづらい世界になるかもしれないな。またすぐに立つ。次こそはお前を返す方法を見つけてくる。だからそれまで。眠れや眠れ愛しい子よ、お前がどこか夢の中導く光へと歩むように。この渓谷には竜が住んでるって伝説があったが、すでに廃城になっている。どこかに移り住んだのか、それとも。何年もかけてたどり着いたってのに無駄足か。少しでもいい、何か手がかりになるものはないのか。妖精も虫もいないなら、城の家具でも敷物でもいい。俺に教えてくれ、ドラゴンの卵を返す方法を。こうしてる間にもあいつは弱り続けてんだ。誰でもいい、何でもいい、頼む、教えてくれ。なんだこの感覚は。魔力が勝手に指先から溢れていく。全ては過ぎ去る日のように、どこへ向かうも瞬きの迷う。ファークライクレイトル。今のはこの城の過去の風景。俺の魔法なのか。もう一度。見える。少しだけだな、この場所に残されたものの記憶が。やった、この魔法があれば今までよりずっと調査できることが多くなる。遠い過去の記憶、
その中にはドラゴンの卵を返す糸口もきっと。絶対に見つけ出してみせるぞ、あいつを返す方法を。もうあれから80年か。そう遠からず星に帰るかもと言われてた割に粘ってるじゃねえか。いい子だ。なあ、いい加減卵の中にいるのも飽きたんじゃねえのか。何が気に入らなくてそこに閉じこもってんだよ。卵から出てきたら絵本だって読んでやるし、おしめだって変えてやる。だからな、さっさと出てこいよ。はあ、そうそう、最近新しい魔法を覚えたんだ。この年になってたぜ。人生何が起こるかわからないよね。ほんの少しだけ物の記憶を再生できるんだけどよ、この魔法案外くだらない記憶ばっかり見せやがるんだ。肝心な情報だけをより分けられるほどうまくはできてないらしい。でも今まで以上に調査がはかどるのは確かだ。次の旅では今度こそお前を返す方法が見つかるかもしれねえ。それじゃあ俺はもう行く。じゃあな、マルウス。ん？お前、今何か言ったか？いや、卵が喋るわけないだろ。何言ってんだ俺は。疲れてんのか？でもそうだな、少しだけ疲れたのかもしれない。だからもうちょっとここで休憩していくとするか。この間赤龍の国に住むという龍を訪ねたんだが、手も足も凍りそうだ。いかん、眠くなってきた。こんなところで。おい、あんた大丈夫かい？子供じゃないか。テディや、ソリでうちまで運ぶぞ。へえ、あんたドラゴンを探して旅してるのかい。ああ、迷惑をかけてすまなかった。すぐにおいともしよう。そんな体で何言ってるの。この辺りの冬は厳しい。子供一人で山越えは無理よ。春までこの家にいらっしゃいな。いや、そういうわけには。気にせんでいい。こんな山奥にお客さんが来るなんて、いつぶりだろうな。あんたたち、この耳が見えてないのか。耳？まあ、あなた妖精さんなの？それじゃあ、あんたもしかして子供じゃないのかい？てっきりうちの孫娘くらいの年かと。子供扱いしてごめんなさいね。怖くないのか？どうして？
あなたは私たちに何も怖いことをしていないわ。それは。春とは言わん。せめてこの吹雪が止むまではここにいるといい。冬の夜は長くてな。この老人たちの話し相手をしてくれんかね。老人か。それを言うなら俺の方がずっと老人だ。とてもそうは見えないわ。おいくつなの？420、いやもう430歳になる。そりゃ驚いた。はっはっは。そうだ、ばあさん、温かい飲み物を用意しておくれ。この年で人生の先輩に教えを超えるチャンスだ。聞きたいことが山ほどある。そうね、素敵な語らいには飲み物が必要ね。私たちと同じものでお口に合うかしら。あっという間に150年か。俺ももう450歳。すっかりおじさんだ。これだけ巡ってもまだ行ったことがない場所があるのも驚きだ。世界ってのは広いものだな。この150年で外の大陸はかなり様変わりしたぞ。最近は様々な国で夜の眷属にも渡航許可が下りるようになってきた。だいぶ旅がしやすくなったよ。石を投げられることも減った。妖精と人間の対立は人間の歴史の中じゃとっくに過去のものだ。どんなに抗っても彼らの文明の発展は止められない。俺たち妖精はいずれ古きもの、おとぎ話の存在として忘れ去られていくだろう。だが俺はこれから生まれて悠久を生きるだろう。お前をおとぎ話の主人公にはしたくないんだ、マルウス。だから早くその狭苦しい卵から飛び出してこい。外の世界は面倒なことも多いが、きっとそこよりは楽しいぞ。なあマリウス、お前が生まれたら見せたいものがたくさんあるよ。バンルージ殿、至急竜の都へ戻られたし。殿下の卵から急速に魔力が失われつつあります。次の満月を待たずに星にお帰りになってしまうやもしれません。バンルージ殿には直接顔をお見せいただきたく。バンルージ殿、よくぞお戻りくださいました。マレウスの卵が危ねってどういうことだ。落ち着いてください。そんなに締め上げられても息が。お前たちがついていながらどうして。殿下はもともとは200年前に星に帰っていてもおかしくなかった。それがどういうわけか奇跡的に流れていた状態なのです。しかしついに
その時に来てしまった。そんな、もうどうにもならないってのか。塔の上をご覧ください。なんだ、あれは。3ヶ月ほど前からマレフィシア様の魔力を一切受け取らない。どんどん鼓動が弱くなってまいりました。そして先週からはあのように卵の周りに強力な結界を展開し、近づこうとすれば激しい雷を発して拒絶するのです。接近を試みた医者とこの衛兵が重傷を負いました。女王陛下が魔法で抑え込もうとしましたが、激しい抵抗が続き、無茶をすれば卵が中身ごと潰れてしまう。ですから手も足も出ない状態で。鳴き声がする。え？お前たち、あの声が聞こえないのか。声、風と雷の音以外は何も。マリウス！マリウス！ヴァン・ルージュ殿、まさか塔を登るおつもりですか？いけません！あの雷撃を食らえばあなたの命が危ない。バカ野郎、目も開いてねえガキが一人で泣いてんだぞ。大人がガン首揃えて眺めてるだけでいいわけねえだろ。待ってください、ヴァン・ルージュ殿！なんて威力だ。直撃したら一巻の終わりだな。だがお前が俺の呼びかけに返事をしてくれたのはこの200年で初めてじゃないか。泣いてるんだ、あいつは。怒ってるのか？悪かったよ。ずっとお前を返してやることができなくて。違うのか？わかんねえよ。泣いてないで、俺にわかる言葉で喋れ。分かった、その息だ。もっと泣け。赤ん坊ってのはそれでいい。いいぞ、思いっきりやれ。くそ、いって、体がバラバラになりそうだ。マレノア、レバン、てめえらは空の上から高みの見物か。いいゴミ分だな、おい。まだお前らのところにマレウスは行かせねえぞ。マレウスは見るんだ、お前たちが見ることができなかった世界を。そうか、マレウス、お前寂しくて泣いてんのか。そうか、そうだよな。200年も一人でいたら誰だって寂しいに決まってる。なんでそんな単純なことがわからなかったんだ、俺たちは。待ってろ、今そこまで行くから。
少しで。今のは聞いたぜ。でも残念だったな。俺は緑ヶ原の走る城壁とまで呼ばれた元右大将だぞ。これくらいでくたばれるほどやわにできてねえんだよ。さあマレウス、次はどうしたい。俺はまだまだやれるぞ。あと100年でも200年でも、お前が根負けして卵から出てくるまで、怪して怪して怪しまくってやるからな。やっぱり腹が減ってたんじゃねえか。痩せ我慢しやがって。いいぜ、俺のも持っていけ。魔力でも寿命でも、欲しいならいくらでもくれてやる。だから出てこい、外の世界に。生まれた、本当に。あ、こいつ生まれたてのくせに一丁前に火を吹きやがる。見ろ、マレノアと同じ緑色の炎と目をしてるって、お前以外に誰もいねえか、マリウス。ああ、やっと会えた。200年もかかっちまった。なぜ親父殿の夢はこんなに辛いことばかりが起きるのだろうと。でもようやく分かった。きっとこれが親父殿が一番幸せだった瞬間なんだ。戦って傷ついて失ってたくさんの悲しみの先にしかこの幸せは訪れない。マレウス様がお生まれになったこの瞬間は、マレウス様のご誕生にこんな経緯があったなんて。茨の谷の歴史書は何冊も読んだが、どれにも記されていなかった。おじい様はなぜこの素晴らしいお話を僕にしてくださらなかったのだ。万竜寺よ、よくぞ王子殿下の卵を孵化させた。奇跡じゃ、まさにお主は英雄ぞ。英雄？
さあ、王子殿下と共に女王陛下のもとへ参るがよい。違う、俺は、わしを…ブルージオ、貴様、よくもその手でお世継ぎに触れたな。竜の卵にコウモリが魔力を注いで返したなど、前代未聞の醜聞だ。高潔なるドラコニア一族を汚した罪は重いぞ。どういうことだ。世界が歪んで元老院たちが急に態度を変えたぞ。親父殿が気づき始めたんだ。これが夢だと。ではリリア様が実際に受けたのは祝福の言葉ではなく、あんな罵詈雑言だというのか。ああ、おそらく。二度と王子殿下に近づくな、コウモリめ。早くそやつから王子を取り上げろ。早く医者を呼び、王子殿下をお見せするのだ。ああ、王子殿下、おかわいそうに。無能なこの兵のせいでご両親を失ったばかりか、不浄な魔力を注がれてしまうなと。王子殿下の御身に何かあったらどうするのだ、愚か者。貴様ら、もう我慢ならん。その侮辱、今すぐ撤回していただこう。ヴァン・ルージュ殿がどれほどこの国を、ドラコニアを愛し尽くしてきたか。リーバウル、これでよかったんだ。これがきっと正しい、正しい。頭が割れる。ヴァン・ルージュ殿、お気を確かに。こんなところにいたのか。ようやく見つけたぞ、リリア。こんなところにいたのか。ようやく見つけたぞ、リリア。その声は、レバーン。お前いつ帰って。でもその角はマレノアの。何者だてめえ。知らなかった。お前が自らの命を懸けに僕を返してくれたなんて。僕を、何を言ってる。元老院の老いぼれどもめ、よくもリリアを。おばあ様もだ。なぜ今まで僕に真実を隠していた。違う、マレウス、口止めしたのはわしじゃ。真実を知ればお前が負い目を感じるかもしれぬと。マリウス、マリウスはまだ二本足の姿にもなれぬ赤ん坊で、頭が。何も考えなくていい、リリア。お前がこれ以上苦しむ必要はない。どんな夢がいい。父と母が生きている頃の夢か。それは息子と共に穏やかに暮らす夢か。やめろ、わしは。俺は、この僕がお前の望みを何でも叶えてやる。
リリア、僕の手を。親父殿！夜明けの騎士、なぜお前がここに。違う。シルバー、セベク、またお前たちか。本当に寝つきが悪いな。まだ抗うというのか。諦めません、絶対に。リリア様の思いを知ればなおのこと。たくさんの愛によってお生まれになった若様がこの世界の敵となり憎まれていいはずがない。だから俺たちが絶対に打ち破ってみせます。マレフ様、あなたの祝福を。祝福。よくぞ言った。それでこそわしの弟子じゃ。弟子って。ようやっと頭がはっきりしてきおったわ。すべて思い出したぞ、シルバー、セベク。それから、グリムに監督せ。おやや様！わしは随分と長い昼寝をしていたようじゃ。やってくれたのマレウス。ち、完全に冷めたか、リリア。だが心配はいらない。またすぐに寝かしつけてやる。このわしを寝かしつけると言ったか。生意気に育ったもんじゃの。やれるものならやってみよう。皆の者、わしに続け。一時退却じゃ。追いかけっこか。お前とこうしてじゃれ合うのは何十年ぶりだろう。時間はいくらでもある。楽しもうじゃないか、リリア。わしがマレウスに隙を作る。その隙にシルバーのユニーク魔法でこの夢から脱出せよ。あなたを置いていけません。一緒に行きましょう。なに、マレウスの感触には付き合い慣れておる。夢の中ではわしの魔力も枯渇しておらぬし、力が有り余っとるあやつと遊んでやるにはちょうどいい。しかし。心配するな、マレウスはわしを再起不能にしたりはせんだろうよ。父親に似たのか、非常になりきれぬ優しい男じゃ。シルバー、セベク、現実のマレウスのことを頼んだぞ。はい。見つけたぞ、リリア。さあどうしてやろうか。今じゃ。さあ行け、早く。絶対にあなた、みんなを
眠りから覚ましてみせます。話したいことがたくさんあるんです。おう、約束じゃシルバー。夢から覚めたらまた会おう。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。いつか会った人、いずれ会う人、ミートインアドリーム。シルバー、これは誰の夢へ向かっている？わからない。とにかく次の夢に渡って体勢を立て直すしかない。みんな、俺から絶対に離れるなよ。ほげー、誰かの夢につく前に潰れたパンになっちまうんだぞ。今何か遠くで光って。おーい、なんだ、遠くからすごい速さで何かが近づいてくる。鳥？飛行機？いや、違う、あれは。おーい、オルタ？そう、僕だよ。やっと見つけた。お前、どうやってここに。話はあとあと、とにかく僕に捕まって。さあ行くよ、ワープ。毎回この無様な着地をするのはなんとかならんのか。ここはイグニハイド寮。一体誰の夢なんだ。あいつどこ行っちまったんだぞ。何？まさか夢の回廊に置き去りに。皆さん少し落ち着いて。ちょっと待って、タイム。拙者は敵ではござらぬゆえ、そんな怖い顔で睨まないでもろて。あなたは。タンクがいなきゃボス討伐クエは始められない。これでようやく突入準備が整いましたわ。前座は終わり、いよいよメインイベントの始まりだ。